今回の講義は、学習指導案の書き方です。学習指導案の書き方についてはですね、いろんな授業で聞いていると思いますが、やはり大事なことなんで、今回の授業でも、皆さんに伝えたいと思います。まず、学習指導案の構造ですが、とても長いので、今回は前半部分、次回の講義で後半部分を説明したいと思います。それでは、さて、学習指導案は何のために書くか。これは重要な問いかけですね。というのはね、研究所があって先生、まあ、学校の先生方の中にはですね、授業をする側に回りましてね、まあ、研究部の先生方からですね、何月何日までに全員の先生に配布しておいてくださいと指示されてですね、研究会の住民は、まあ、ほとんど指導班作りで実際の、授業のですね、準備がおろそかになったとかね、そういう、まあ、本末転倒な話を、まあ、たまに聞くんですね。あまり一字一句ですね、仲間がね、訂正して、それを直すことに専念してしまってですね、授業の中身についてですね、ちょっと抜け落ちてしまうというようなことがあるんですね。まあ、これは本末転倒ですね。念を押して、押したいところですが、学習指導案は何のために書くか。それはですね、書くために書くんじゃなくてね、良い授業を作るために、前もってね、良い授業とは何かをイメージするためですね、一つは。で、もう一つはですね、その指導案と当日の授業ですね、まあ、研究授業の場合ですよ。中身にそれを配りましてね、一緒になってですね、良い授業はどうあるべきかということをですね、話し合うですね、指導案は叩き台に活用するためということになります。長いので前半部分と言いましたが、今回の部分はこうなりますね。タイトル、指導者の名前、日時、場所、対象、単元名。対象というのは何年何組とかいうことですね。3年2組、男子13名、女子23名、計36名とか、そういうような対象のクラス、人数。単元名。単元名というのはね、大きな枠ですよ。例えば植物の働きという単元名がもしあるとしたら、本日の授業は、歯の働きとかね、歯の光合成とか、そういうのは、主題になります。1時間の授業の、タイトルは主題です。単元名はもっと大きな枠ですね。そして大きな枠の単元の目標です。で、単元設定の理由、教材館、児童館、または生徒館、小学校は児童館、中高は生徒館になりますね。それから指導官、方法官と思います。で、単元の計画。こういう部分が前半部分ですね。後半はですね、次回の講義では、本日の目標。まあ、小学校45分、中学校は50分授業が基本ですが、その50分の目標、そしてその本日の展開、50分どう展開するか、学習指導過程というふうに言いますが、それは板書計画なんかが入ります。枠はこんな風になる。これ板書計画は入ってないんですけどね。今日やるとこはこちら側ですね。で、これが、次回にする後半部分ですね。1時間の授業をどうするか。単元全体をどう捉えるか。ということです。では、前半部分の説明していきますね。先ほど言いましたように、まずタイトル、理科の学習指導案。まあ、2回3回書くんですけどね。第2学年3組、
理科の学習指導、指導者、こういう自分の名前を書きます。例えば私でしたら内山博樹とここを書きますね。で、日時、7月13日月曜日。これね、書いてないけどですね、例えば研究授業でしたらね、何限目、例えば4限目と3限目が研究授業の場合ですね、大勢の人が来るときはですね、4限目とか3限目書いとった方がいいかもしれませんね。まあそういう、まあ、皆さんに見せるのが1時間の授業だけでしたら、まあ、書く必要ないかもしれません。西宮市立 A 中学校。これ西宮だからね。第一理解室というふうに書きます。対象は、まあこっちも書いてますが、2学年3組。男子17名、女子15名、計32名と、こういうふうに書きます。単元全体が、人の体のつきと働きということになります。単元の目標。目標はですね、知識、技能、思考力、判断力、表現力、ね、主体的にね、学ぼうとするとかね、そういうような資質能力なんですが、やはり指導と評価の一体化でいくとですね、今までの4観点で書いていますね。4観点と一体何か。一つは自然事象への関心を置く態度。二つ目は科学的な思考判断表現。三つ目は、観察実験、実験観察の技能。四つ目は、自然事象についての知識理解と、こういうふうになります。まあ、文末がですね、監視欲態度は、上位ね、情けの、気持ちの問題なんで、頑張るとする姿勢とかいう意味でですね、生命を尊重しようとする態度を養う。2番目の思考力、判断力、表現力は力、力、能力なので説明できる。技能もですね、同じですね。能力なので身につけることができる。知識も一緒ですね。理解できる。こういうふうになります。この単元全体でどういうね、この4観点、学力を身につけさせるか。学力、このね、上位的側面もね、学力の中に入ってるんですね。はい。また繰り返しますよ、今言ったことをね。育成したい学力はこの4観点だと。関心を置く態度。思考力、判断力、表現力、技能、知識理解。そして、できると表記するのではなく、何々しようとするのは、この関心欲態度だけですね。うん。いいですか？では次にですね、5番目。単元設定の理由。何のために書くのか。この単元設定の理由は何のために書くのか。これはですね、一つは教材感を書きます。次は生徒感を書きます。三つ目は指導感を書きます。まあ、教材感をね、一言で言いますよね。このような価値ある教材ですね。このような価値ある教材を生徒感は、このような育ちの子供たちなので、指導官は、私はこんな風に教えたい。学習の主体は子供ですが、指導の主体は教師ですので、こういうことを単元設定の理由で書くんです。このような価値のある教材を、このような育ちの子供たちなので、私はこんな風に教えたい。つまりね、学校の先生が、まあ一ついいところだと しましたね。確かに、学習指導要領で教える内容は、決まっています。
制限されていますが、しかし、どんなふうに教えるかということはね、一人一人の先生にね、任されてるんですね。こういうふうに教えろというような受け身ではなくて、子どもたちのためにこんなふうに教えたいというようなね、主体的に、並べ替えたりですね、強調したりできるんですね。では、一つ一つ見ていきたいです。教材科は何を書くか。これはですね、この単元で学ぶ内容、簡単に言います。それを書いてないから意味がわからないですもんね。ここは植物の働きについて学ぶとかですね。バネについて簡単に書き、学ぶ単元である。で、この単元は、そういう、例えば植物のことについて学ぶときはですね、実験を通してですね、考える力が養えるとか、で、植物の働きからですね、環境に優しく生きることとか、自然の素晴らしさに、感動するとかですね、そういう意義について、この単元で培うことができる。で、この単元ではですね、小学校の何年生の学びを、受けてですね、中学校でこういうふうに学ぶ。そしてこれは高等学校の、生物基礎の何とかへつながっているとかね、そういう系統性もちょっと述べます。教材科のですからね、この単元で何々をすることができる。何々する意義を、学ぶことができるとか、能力を学ぶことができるとか、何々の意義があるというような文にするわけですね。次、生徒間。この本単元を学ぶ上ですね、どの程度の学力、興味関心を持っているか、まあ、レジネスと言いますが、を把握する。だから、あまり思考力、判断力、表現力をここでですね、調査するのは良くないです。まるでテストみたいになっちゃうんでね。例えば、〇〇について興味がありますか？アンケートみたいなね。非常に興味ある。やや興味ある。あまり興味がない。全く興味がない。とか、そういうね、単元を学ぶ前にですね、子供たちがその単元を、意欲的に進んで取り組めるのかどうかと。で、もしかしたら間違った捉え方してるかもしれませんね。知識。例えばですね、光の速さなんてある程度限界があるんですが、SF のテレビ漫画ですね、機械の2倍の速さで一気に移動とかね、そういうことによって間違った捉え方をしているんじゃないか。生活の中でですね、こういうのを誤概念と言います。そういうのをちょっと調べてみる。あるいは全然、知らないことかどうかということですね。全く分かっていないか。それ技能ですね。例えば顕微鏡をどんどん使うような単元だけれどもね、もしかしたらその子供たちの多くはですね、今まで顕微鏡を使ったことがないかもしれません。技能は、経験はどれほどあるのか、で使えるのかというようなことも調べておく必要がありますね。でもし、今まで顕微鏡を全然扱ったことなければですね、より、丁寧にですね、時間をかけて、まず顕微鏡の使い方から教えなければならなくなります。それは次の指導官なんですが、そういう指導官を充実したものにするためにですね、この生徒間、子供はどういう状況なレジネスをしっかりと把握することが大切です。はい。今言いましたように、こういう価値ある教材館で、このような育ちの子供たち、生徒間なので、私は、本単元の内容を丸々の手立てで展開することで生徒の学びを充実させたいというようなふうに書くところです。方法感は。したがってね、まあ、顕微鏡の技能がないので、顕微鏡の扱う時間を充実させるとかですね。
〇〇から始め〇〇へと導いていくなという表現をする場所ですね。以上、教材館、児童館、指導館について述べてきました。単元の計画ですが、まあ、単元全体で11時間の授業がある場合は、そしてですね、単元の中、小単元の言い方もするんですね。次というのは、1次、2次、3次、4次、5次、6次。どんな構成でその単元ができているのか。そして研究授業は、どこでするのか。例えば3次のここのところですね、唾液の働きをする授業をする場合ですね。主題が1時間の授業、唾液の働きなのは、3次の食物の消化と吸収3時間、本次、研究所の時間ね、2時間目というふうにするわけです。はい、以上です。これがですね、指導案の前半部分です。今回は、宿題課題なんかはありませんが、まあそういうことでしっかり理解しておいてください。